ダービーでの勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。この試合終了の瞬間のスタジアムの雰囲気からもどれだけ大きな勝利だったかというのを感じました。監督はいかがだったんでしょうか。勝ち点3には変わりはないんですが、その何倍も皆さんに喜んでいただいて本当に、応援していただいてありがたいです。今日入りの良さがあったのはやはりサガン鳥栖だったのかと思って見ていたんですが、監督は前半というのはいかがでしたか。まあ、結果でいうと 1-0 だったので、悪くはなかったんですけども、入りは特に相手の方が良かったし自分たちは良くなかったと思います。今日先発にチョイスされましたブリント選手ですけれども、高さの部分をまず生かして先制点の部分にも最初小田選手からのボールを受けて絡んでくれたような形です。得点まで生まれましたが今日のプレーというのはいかがだったでしょうか。まあ、他にも取れるチャンスはあったと思いますし、変わって入った選手も取れそうな、チャンスがあったと思うので、もう少し点数を取りたいと思いますし、危ない場面も何回かありましたので、そういう場面を少なくしたいです。まあ、前半終了近いところで得点が生まれて、後半も勢いそのままに入れたような印象を受けました。後半に向けてというのは監督どのような声をかけられたんでしょうか。まあ、これまでもそうですけれども、前半あまり良くなければ、後半、相手に得点を許す、その前に自分たちが奮起しなくちゃいけない、アクションを起こさなくちゃいけないという話をしました。そして今日も2対0での勝利、しっかりと複数得点で無失点、このあたりチームとして何が良くなってきていますか。まあ、守備のところ、先ほど言ったように回数をもっと減らせば、無失点を続くし、攻撃の方の回数、チャンスの回数を増やせば複数得点になりますので、それが少しずつですけども成長、まあ、進化というか良くなっていると思います。次は首位町田戦ということになります。まあ、順位は関係ないんですけれども、今季町田と初めて当たります。まあ、その中で、まあ、いつも通りですね、チャレンジャー精神を持って戦いたいと思います。はい、ありがとうございました。